イキングドリーム掴みたいね。朝倉さん、はい、私戦い相手がいる。戦いたい相手いる。戦いたい相手がいる、はい、誰ですか。やろうかモハン。今まで16年間試合してきて面白くない試合は一つもないんです。倒すか倒されるか一歩も後ろ下がらない。リングの上に上がったらこの16年間ずっとそれを守ってきました。レギンドを盛り上げたいから来たんで、ケノスケぶっ飛ばします。モハン、どっちが強いか当日決めようぜ。こっちは秒殺します。いや向こうもチャンピオン、こっちもチャンピオン、かなり盛り上がるでしょう。自分をプロって言ってるんだったらしっかりあのプロとしての仕事をしてほしい。この前のブレイキングダウンのオーディションでも体重何キロ体重何キロみたいな、めちゃくちゃ体重ばっかり気にしてんなこのおっさんはと思って。体重何キロ。お前体重体重言ってんじゃねえよお前。こっちはわざわざ栃木県から来てんだぞお前ってやり。バカ野郎。体重ちょっとぐらいちょっとぐらい合わせて。プロだから体重合わないとやっちゃダメってあの塾長の教えがあって、しっかり体重落としてやります。当日見とけよ。秒殺したいと思います。秒殺、ケノスケ秒殺。ただいまより喧嘩道プレゼンツブレイキングダウン5、本日のメインイベント、ウェルター級74キロ契約キックルールワンマッチを行います。青コーナー181センチ、 73.55キログラム、キングオブアウトサイダー、ケイノスケ。メインカードにふさわしい男、アウトサイダーのロマン、ケイノスケ。赤コーナー168センチ、 70.35キログラム、ネパールの怪人、モハンドラゴン。まだ成り上がりたい45歳の挑戦、モハンドラゴン。レフリー永瀬。さあいよいよ2つの星が、なおこの試合の勝利者には喧嘩堂様より金一封とゲームアプリ内で使用できる1億ゴールドを進呈いたします。さあチャンピオン決戦、レジェンドの激突、はい、最後の60秒です。蹴りから入った両者、捕まえたか、ケイノスケ。おお、左パワーあります、モハンドラゴンです。さあ、ミクルさんはどう予想されますか。お互い一発で倒せるんで、ええ、目を離せないですね。最初の20秒間が経過しました。ユーゴさんはどう予想されますか。予想できないですよね。2人とも、まあ、さっきの試合と違って本当もうプロの中のプロなんで、ええ、どうなることやる。さあ、鉛のような緊張感、この静寂がまた緊張感を高めていきます。ブレイキングダウン5メインイベント、モハンドラゴンかケイノスケか、はい、さあレジェンドの激突、あと40秒。でロー、身が振り下ろしたのはケイノスケ、距離を取る、前蹴り、モハンも入ってきた。さああと30秒切る、右ケイノスケの右、
まあ、右を振る、右もう一つ、レスキーは圭之助も狙っているか、一撃必殺、あとどうか、さあ、あと10秒切ります。追いかけてはモハンドラゴン、当てていく圭之助、ちょっと下がったモハンドラゴン、左のミスターブレイキングダウンの称号はさあどちらが掴み取るんでしょうか。判定に入ります。さあ結果が出ます。判定決着どうなるでしょうか。判定の結果を発表します。ジャッジ朝倉、青圭之助、朝倉未来は青圭之助、ジャッジ優吾、青圭之助、優吾代表も圭之助、青、ジャッジパンチャンリナー、さあどうか、青圭之助、青に入りました。ジャッジヤーマン、青圭之助、4人目も圭之助、ジャッジオーディエンス、青圭之助、オーディエンスも圭之助でした。5対0をもちまして勝者青圭之助、勝者は圭之助、ボハンドラゴンに敗れました。判定決着5対0で圭之助ウィナー勝ち切りました。結果どうさまより1位1分とミスターブレイキングダウンの称号を争っての両者の激突でした。レジェンド対決制したのは圭之助でした。さあまずは朝倉未来さんはこの結果どうご覧になりますか。まあレジェンド対決ではあったんですけど、実績で言ったらモハン選手など上のはずなんですよ、はい、この打撃ルールにおいて、でも、アウトサイダーの出身の圭之助選手が、この1分において勝ったので、これもまたまあ、ブレイキング、すいません、メインイベントなのにしっかり倒せなくて、朝倉さん昔あなたに負けてからあなたはすごく雲の上の存在で今日本を代表して頑張ってる格闘家でリスペクトしてます。メイフェザーといい試合してください。今日はメインイベントに組んでくれてありがとうございました。他団体のプロのチャンピオンとかじゃ勝てないです。僕には、僕は元アウトサイダーのチャンピオンです。アウトサイダーなめんなよな。あ、次ネクストファイトピーターツ、俺とやろうぜ、ブレイキングダウン、yeah! 最高、yeah! ありがとうございました。